とメンバーそれぞれの手によって来ていただきました。はい、改めて桃色クローバー Z の皆さんです。どうぞ大きな拍手をお送りください。桃田さん、はい、3回目の開催、ね、ちょっとご覧になったんですか。あのガラス、全部ガラスでこう何コーティングみたいなのされてるんですけど、コーティングじゃないよ、あのカバーみたいなのされてるんですけど、いいですよ、いいですよ。ちょっとなんか一瞬見えなくって、はい、こう手を突っ込みそうになるんですよ、はい、でもそうするとうちの今の高木さんみたいな感じになるんで、でもうちの拍手の成長4人なんですけど、はいはい、あの今ちょっとうちのね高木が当人さんのリハーサル中に骨折をねしてしまいまして、左手を、その時の、状況を玉井さんが今から説明するのでいいですか。はい、お願いします。すごい前振りありがとうございます。そうですね、大事です。高木さんにはちょっと癖がありまして、彼女はこうテーブルにつけて格好をつけるっていうのが癖なんですね。はい、その時もリハーサル中にテーブルに手をついて格好つけようとしたんですね。そしたらテーブルがなかったんです。しておっとってなって、彼女は高齢者の方に多い骨折をしてしまいました。はい、こうして、桃色クローバー Z 高木れには鋼の手を手に入れて、戻ってきますので、多分次は、はい、もっとね強くなって帰ってくるんじゃないかなと。呆れてらっしゃる。いや、もう今ですね、あなたが言うんじゃないですよ。もう僕の骨折多いっていう。そうなんですよ、仲間ですよ、高木さんと。そうね、はい、後ろのバナーにサインをしていただきたいと思うんです。はい、よろしいですか。はい、はい、向こうにじゃあ移動お願いします。はい、こちらに、これ高木さんのサインは後からまたひね、あ、ね、ではとりあえず玉井が高木のサインも、あ、わかりました、お願いします。じゃあしおりんがね高木さんのも書くということで。うまいんですよ本当。あ、そうなんですね。へえ、じゃあお願いしましょうか。玉井さんがサイン、うまいね、そっくり、こちら高井が書いてある、完成ですか。完成、はい、完成です、ありがとうございます。ももクロは欠席するとこういうことになる、はい、一つの表れかなというふうにも思います。まあでも思い出じゃないですか、これもね。